愛しい。大丈夫か？魔術で操られたりしてるわけじゃ。私はどのような殺され方をするのでしょうか。死んで楽になるような終わりはな。ご安心ください、私は処女で、手でも首でも釣っていただいて結構です。誰が拷問すると言ったかな。申し訳ありません、高いところと聞いて他に思いつきませんでした。ネフィーの手を握ってるのか。しかし今更話すのも。どうぞご主人様のお望みのまま。こんな破壊的な魔術は初めて見ました。ご主人様が用意してくださった部屋ですから。実際に何かする度胸もないし、嫌われたらと思うと何もできないのだが。起きたか。挨拶もちゃんとできないのか俺は。あんた連れだよな、綺麗な子だな。いいご主人様ね。ネフィーよ、必要なものを選ぶがいい。私はボロでも与えていただければ満足です。あの見ないでください。普通の普段着だ。こんなにいい素材なのに。いつもエプロンも上質なシルク製。首輪がなくなれば私が逃げるとはお思いにならないんですか。なぜそれでも首輪くらい外してやりたいんだと言えないんだ。舐めても味はしないんだ、かじるんだよ。これは食べさせてくれるというのか。うまいな。はい、おかしいでしょうか。あれってもしかして喜んでるのか。そのようなご無礼は働けません。仰せのままに。本当に座っちゃったよ。見ればわかる。ご主人様意地悪です。仕返しか。どうしてお分かりになるんですか。いや、耳で。ご主人様がこんなにお話をしてくれたのは初めてでしたから。いや、敷地の中で死体なんか出すとネフィーが怖がるから。私のご主人様を傷つけた。一緒に寝ていただいてもいいでしょうか。ですからご一緒に。こんなお誘いを断れるわけないだろうが。ネフィーはあれだ、その弟子だ。そのお顔をまた見たくて。私は殺されるんですね。聖騎士は魔術師を殺すんでしょう。私は魔術師の弟子です。さあさあ。相当な。私この人に何もされてません。じゃあなんでそんなひどい顔色。あの大丈夫です。あの時も結局何もされませんでしたから。なんでなんですかご主人様。その割に町の方からあまり好意的に思われてないみたいでしたが。そんなご主人様の支えになりたい。またご主人様に挑みに。違うから。なら私が初めての友達ってわけね。ねえ、お前は俺のものだ。どうして俺は好きの一言も告げられないんだ。そんなの俺の方が聞きたいんだが。あれた。あれ、どうしましょうか。いや、もうこちらこそどうしてくれよ。マニエラさんから聞いたところによると、シーザーコルディアという魔術師様が考案したそうです。卵と生クリームを蒸したお菓子です。いろいろ教わってるんだな。変なことされなかったろうな。チーフを着せられただけですから。それはちっとも大丈夫ではなかろう。世話の焼ける侵入者だ。あ、自分が悪人顔だという自覚はあるが、子供を丸かじりするやつみたいに言われるのはさすがに。ウォルフォレさん、この洗濯物をお願いします。後で畳みますので。そう
ようですか。子供あ違うんです。あのザガー様はフォローを庇護されるつもりのようですし、そのあのあーわかってるわかってるぞ、心配せんな。魔王の顔をいろんな方向から眺めたり、この時のネフィーはツンと尖った耳を小刻みに震わせている。ネフィーも動揺しているが嫌がってはいないようだ。あ、なんだこの気持ちは。ネフィーを愛しいと思う気持ちとは違うが、妙に温かいというか。お前たち、もう子供を授かるような中に。ザガー様、ザガー様、ジャスティルさんです。ああ、お前か。フォルが撫でられてるのを見て羨ましくなってしまったのか。フォルが当の本人が寝てしまった。今日はすごく頑張って。見たことなかったような、というか二人きりの時間は久しぶりな気が。ザガーさん、おいザガー、やめぞ。おいザガー。あ、よくお似合いですよ、シャスティルさん。ザガン様が私のためにとここまで整えてくださって、髪の洗い一個してたら抱きついてきたり。だっきぃ。 おかえりなさい、ザガン様。冗談だ、少しは人を疑わんとまた同じことになるぞ。なら、さしてください。これは、怒ってはいるが、昨晩は置いていって悪かった。はい、気づく。そんなにまずい。幼い頃に飲まされた泥水よりひどいです。我が家の食卓の危機です。私が回ります。明日の朝ごはんにでも多分私がどうにかしてお出ししますから、私の仕事を取らないでくださいね。